第3の動画、飛距離アップのコツをミョウさんに聞きましたという動画に来たコメントですね、読んでいきたいと思います。ミョウさんのアドバイスはよくわかりますね、経験が豊富な上試行錯誤、上試行錯誤、何が嬉しい、あ、豊富な上今点の位置が点の位置が違った、豊富な上、試行錯誤を常に繰り返しているんだなって感じます。で、まあいろいろありまして、これはコメントですね、いいコメントですいいコメント、いいコメント、ありがとうございます。質問じゃなかったですね、これ。まあでも本当にすごくいい、よく見てくれてるなという、うんうん、はい、じゃあ、まあ次の質問いきます。紫藤さん、まあ、初めてコメントをしてくれた53歳の方なんですが、うん、まあ、いつもウェアが良くて参考にしてますと、うん、で、ミョウさんからいろいろ教えてもらってくださいと、うん、でもやっぱりそのなんて言えばいいんですかね、なんか上手いからもうレベルが違いすぎてっていう感じじゃなかったんですよ、私も一緒に回ってて、すごい分かりやすかったし、はい、あ、本当ですか、すごくこう簡単に表現してくれたから、その低く長くにしてもそうだし、あ、はい、まあ、すごくこの53歳のおばちゃんって書いてますが、まだまだ若いですよ、うん、これからもね、ミョウさんにね、いろいろ質問していきたいと思うので、はい、お願いします。またコメントください、はいはい、次、高尾さん、ミョウちゃんすげえ、参考になるラウンドレッスンありがとう、もうラウンドレッスンだったらしいですよ、あの動画はそうなんですね、みんな多分見てて、なんか自分がラウンドレッスンされてる気分にそんなつもりじゃなかったですけどね、なる。で、まあ今まさにあのインパクトからフォロー練習してると、はい、インパクトからフォローでもっとこう、なんかあります？表現、こういう練習した方がいいですよみたいな、ハーフショットなのか、なんかもう、ほんとここだけとか、ハーフショットもいいですし、その、この時に言ってるかどうかわかんないですけど、うんうん、でも多分どこかの動画で言ってると思うんですけど、その、する練習、するマット、アイアン、はい、アイアンをそれこそハンドファーストにこうやってザザザザってやってるってこと？そうです、その後もちょっとこうする練習、これで打ってる最中じゃなくて素振りで、うんうん、素振りでこうする練習をすると、その時ってそのお腹は絶対下に向いてるじゃないですか、す、うん、らない、するにはこう浮いてたらすれない、すれないね、このままちょっとこのインパクトゾーンの間だけこうする練習をすると、それはなんかまっすぐでいいの？まっすぐでいいです、そのハンドファーストのまま左手で、あ、両手で、両手でいい、はい、そしたらちょっと低く長くが普通のショットでも勝手にできやすいというか、え、その時はフルスイングじゃなくてもうここからここだけこのこうやって、はい、そうそうそう、永遠にそうそう、これ吸ってからちょっとこう打ってみるとかっていうのもありですね、だって、うん、へえ、まあもう一個も同じような感じなんですが、はい、はい、フォローを低く長くすると右肩が突っ込む感じがあるんですが、はい、レベルに動くイメージですか？そうですね、あの切り返しの一番最初から右肩が動いちゃいけないんですけど、腰が動いた後はもう肩も回転していかないとダメなので、打った後はもうちょっと突っ込むぐらいでもいいです。突っ込んでるもんね、はい、そのシャーってミホちゃんもこっから押す込んでくんってなんかこう、そうです、そうです、ちょっと ぬるってするよね、はい、ぬそうですね、それは全然でもなんかいいで、なんかこの辺がすごいんだよね、でもインパクト、そう、なんか手のなんかね、なんかなんて言うんだろうねこの辺のなんか自分じゃ分かんないですね、ニュルッでしょ、うん、そう押してんなって感じすごいする、はい、だからなんかこう切り替えからこう突っ込むのは良くないですけど、打った後は全然突っ込んでっていい、切り替えからはダメですよ、うん、ダメですけど、その後はミョウさん的には全然ありじゃないかと、はい、他の人も質問してます、これもね多かった、大塚宗博さん、たけたけさん、うん、ゴルゴル男さん、はい、まあ、みんな同じような質問してるんですけれども、はい、まあ、ミョウさんトレーニングについてですね、はい、トレーニングについて知りたいです、はい、スタイルもよく見えるのはきっと筋肉があるからこそだなと思います、ビッグスリーが250キロは上げれそうだと睨んでますが、どういうことだこれ、ビッグスリーっていうトレーニング方法があるの、方法じゃないかって言ってます。でもう一人の方も、はい、
1週間ゴルフの練習の頻度と、まあ、ゴルフ以外の運動やトレーニング、はい、頻度と内容を知りたいです。もちろん美穂さん体感していますが、トレーニングを何をどれぐらいやるんですか？トレーニングで言うと基本的にはこう体幹、今言った体幹とスクワット。スクワット前もなんか言ってますよね。言ってたとにかくスクワット、とにかくスクワット、はい、スクワットをそのなんかいろんな種類あるじゃないですか、うん、をやる。ワイドにしたり、ワイドスタンス、はい、ワイドスタンスにしたりしなかったり、重りを、重りも使いますし、あとゴムチューブです。ゴムチューブで、あ、こういうの、ですね、こう足、すごい説明するの難しいですけど、足で踏んでゴムチューブをこう引っ張りながら、なんかあるよね、あるあるってするとか、なんかエリートとか出してるよね、ゴムチューブのなんかこういうスクワット系。あ、本当ですか？わかんないんですけど、なんかこう引っ張りながらやったりとか。へー、どういうのが知りたいの？柔軟とか。柔軟はあのストレッチはやりますね、うんうん、その飛距離的に言うとやっぱこうストレッチってすごい大事、その捻転差が欲しいじゃないですか。だからその肩甲骨とか下との差をこう激しくしたいというか、だからここの後ろ側のこのストレッチはすごいします。へー、なんて言うんですか、クラブを後ろにしてワンクルングルみたいな、はい、とか肩甲骨。え、家でも？家でもその打つ前にやりますし、それは打つ前のストレッチで、家の中ではまたこうケアの方のストレッチですかね。え、トレーニングはじゃあパーソナルでやってるわけではない？あのついてもらって、そのなんか加圧トレーニングとかもやったんですけど、今は自分で、はい、自分で、はい、でも今トレーナーさん探してます。あ、今ね、いいトレーナーさんいないかなとは思ってるんですけど、まあ、それはでも、まあ、ゴルフトータル的にってことですね。そうですね。じゃあ今は特にもう自分の、まあ、そうですね、今までやってきたもので、はい、基本的にはそのスクワット、体幹、まあ、でもちょっと今年は上もつけたいなって思ってるので。なんで？いや、なんかこう、いや、ちょっとスクワットしすぎたのか、下が強くて上とのバランスが悪いって言われたんですよ。へー。だからちょっとこう、なんて言うんですかね、やっぱこう曲げたくないから、上ってあんまつけちゃいけないものだと思ってたんですよ、うんうんうん、私も思ってる、はい、けど、ね、じゃなくてやっぱ分かる、バランスのトレーニングしてるとさ、どんどんお尻がさなんか大きくなってきました。大きくなる、なんか張る、はいはい、もうなんか、え、こんな、なんか触っててもこのとこなんか、こんなについてたっけ、そう、だからそれモデルさん的に大丈夫、やばいやばい、だから本当に切れなくなっちゃったとかって抑えなかったね、まずいよ、お尻ばっかついちゃった、うん、あとなんかこう、自分の中のそのゴルフのトレーニング、それが合ってるかどうかわかんないんですけど、なんていうんですかね、やっぱこうゴルフって瞬発力の結構競技だったりするんで、うんうんうん、こうね、そうですね、なんかそんなにこうゆっくりしたのってやらないですか。スクワットも早め？いや、もちろんそんなんじゃないですよ、そんなんじゃないですけど、なんかちょっとこう瞬発的な感じを取り入れて、はい、取り入れてるっていうか、スクワットは別に早めじゃないんですけどちょっと想像しちゃったわおかしい、おかしい、リサちゃんもそんなことやってたのです、はい、トレーニングは以上です。はい、はい、次、皆さんに質問したいです。アイアンは美穂さんより1番で飛ぶのですが、ドライバーは30ヤード負けそうですちなみに飛び系のアイアンではありません、はい、なんでだろうっていう、これはなんでですかね。基本的にその女性よりも男性の方が腕の力があるんで、アイアンは飛びやすい、うん、短くて重いクラブ、うん、触れるんで、ここのね、はい、そうです、腕の力で触れるんで。でもそのドライバーっていうのはその腕の力っていうよりももっとこうクラブも長いし、できるだけこう効率よくそのヘッドスピードを上げていきたいんで、自分の腕の力っていうよりかはそのなんていうんですか、クラブにこう振られる感をもっと出してヘッドスピードを上げていきたいからだと思います、うん、腕の力これ言ってましたもんね。そうそうそう、腕の力じゃない、うん、アイアンはそれでもいいけど、そうです、アイアンはそれでも打ち込みますもん、うん、それこそ体重でこう上から下にこうドスンっていう動きだけでやっぱ飛ぶんで、でも確かに
男性はアイアン飛ぶなって私も印象ある。でも女の人はやっぱウッドが、はい、アイアンの割にウッド飛ぶ子とか、そうですね、結構7番アイアンで110とか100ぐらい打つ子でも、はい、ドライバーは200いかないぐらいとかも190とかも結構いるし、やっぱ女性の方がその振られる感は多分ありますよね。回転とかこう振られてバインみたいな、はい、逆にこう腕の力がないからそういうとこがうまくできるみたいなことだと思いますね。でも確かになって思うです、はい、なのであのドライバーもうちょっと腕の力ではなく、うん、振られる感でやってみてください。この方も何個か質問してくれてるんですが、ナトカリさん、まあ、体が硬くてインパクト以後押し込めない場合どうしたらいいですかと、うんうんうん、いいストレッチ方法やトレーニング方法があったら教えてください、うん、それはさっき の, その肩甲骨、うんうん、捻転さ、でも体が硬くて押し込めないとかってあるの？スイングを見てないから分かんないんですけど、もしかしたら下半身はすごい右に残ってるのかもしれない。あとからあの腰が回転してないとか、うん、腰回転してたら結構結構さ、これぐらいのさトップポジションの人でもさ押し込む人は押し込むじゃん、はいはい、体硬くてさ、うん、タップトップがこれぐらいのなんかハーフスイングぐらいの人でも、はい、やっぱインパクトエリアがこう、うんうん、長くて低い人もいるから、もしかしたらそ、ね、そのスイング的な話かもしれないですね、もしかしたら。うん、まあ、その動画見てないからわかんないですけど、はい、ストレッチとしたら、まあ、さっき言ったそうですね、肩甲骨捻転さ、うん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 、ですね。なるほど、うん、以上ですかね。はい、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。